聖剣伝説レジェンドオブマナ宝石泥棒編、続きをやっていきます。ルリ君、真珠姫、魔法都市のディアナを訪ねようと思っている。それでもしよかったらあんたに真珠姫を連れて行ってもらいたい。引き受けよ。ってかさ、これなんかだいたいノーになる選択肢が上に来てるよね。あんたが引き受けてくれるなら安心だ。俺は少し寄るところから先に行っててくれ。真珠気をつけてな。ルリ君も。アレクサンドル、結構元気だな。ルリ、エメロードさんを守れなかったこと自分のせいだと思っている。でもルリの信頼もだいぶ高いよね今。お、また予告状。てか今度は誰のやつだ。ディアナ、完全に石になってんだけど。ディアナさんが石に。お姉様どうしよう。いやー、心配いらないとか言われてもさ、何が心配じゃないの。心配だろ。しかし真珠姫を困らせるわけにはいかない。心配はいらない、大丈夫だ。そうだ、私がいる。そうだ、上のおばさんたちに何があったのか聞いてみよう。おばさんとか言ったら怒られそう。そもそもあのディアナがなぜ石になったのかご存知ありませんか。ダイヤモンドのヴィーナス像のこと。私も困っている。心を閉ざしたジュミは石になると聞いたことがある。違うな、これはなんだ、真珠姫の言葉か。これはパートナー選びの儀式。心の鍵を集め石になった姫を目覚めさせたる。そのものが姫の騎士となる古い儀式だ。なんか様子が変よこの子。あれです奥様、ジュミです。ま、この子は、う、私、そうそう、心の鍵を探すのね。行きましょう。鍵が置いてある。核が光ってる。きっとそれが心の鍵。これは煩悩の鍵。ディアナの心のほんの一部。これで全部じゃない気がする。なんか私変ね。どうして？あと2つあるみたい。てかなんでこんなとこに置いてあんの？学長室。鍵はいただくぞ。心の鍵。それが見えるのか？え？これは何？一般人には見えないの？持っていきなさい。私には意味のないものだ。これは憎悪の鍵。ディアナの心のほんの一部に過ぎない。誰かに見られてるみたい。あと一つ鍵がある。そして石化した像もある。埃の鍵。なんか聞こえる。気のせいかしら。これで全部。ディアナさんのとこに行こう。ディアナいねえし、消えてる。持ち去られたんだけど。オーナーに聞こう。ヴィーナス像なら下の闘技場に移した。なんで？意味がわからん。ここに置いとけばいいのに。すげえな、結構重そうだけどね。石でしょだってこれ。しもべ2人がやったのかな。こんなとこに追いやられるなんて。心の鍵見つけてくれたのか、ルリ君。ディアナは俺たちに会う前に宝石泥棒に殺されまいと石になったらしい。心の鍵を使ってみてくれ。私の心を見つけてくれた。よく来てくれました。何を話してくれる。宝石泥棒の正体か。ですがまず宝石泥棒の目的、ジュミへの復讐について話さねばなりません。復讐。あなたも聞いてくれますね。昔ジュミは友愛の種族と呼ばれていた。己の命を涙に変え、傷ついた者に譲り渡すことで種の保存を図っていた。癒しの涙、涙石。
しかし大規模なジュミ狩りの時代を経て、ジュミは種の保存のためその体質を変えた。命を他者に渡さない、すなわち涙を流さない。ジュミは他の種族との交流を断ち、ジュミだけで都市を築き隠れ住むようになった。それがジュミの都市。そう。そして涙を流せる蛍姫を、彼女の涙を保険に戦争を仕掛けた。不死皇帝に。不死皇帝ちょいちょい出てくるよね。大した女ね。蛍姫を人柱に不死皇帝との全面戦争。蛍姫の涙さえあれば、ジュミは不死身。だけど蛍姫はどうなるの？まだ蛍姫は生きている。それはよろしい。すぐさま連れておいでなさい。この子たちの時代には再び涙石が必要となる。なぜ心優しく生まれついた蛍姫が命を絞り取られ死ななければならない。それが儚く生まれたジュミの生き残る道。彼女も承知のこと。黙れ。お前も同じ目に汗である蛍姫と。殺してはダメ。私たち涙を取り戻さなくっちゃ。憎しみじゃ誰も救われない。みんなが昔みたいにお互いのこと好きにならなくちゃ。あなたはまたそういうのか。ならあなたが涙を流せばいい。ホタルの代わりに人柱になれば。ディアナ、できもしないことを。お前が誰かを守れるものか。自分の姫一人守れなかったお前が。一つの光はもう一つの光に隠されています。止められるのはレディーパールだけ。彼女を探して。え、何壊した今。畜生。見ろ真珠、ディアナが残したもの。色が変わって。考えよう。俺たちのこと、ジュミのこと、宝石泥棒のこと。あんたも考えてくれ。俺たちと関わりを断つのは今がいい。あんたを巻き込みすぎた。さようならお姉様。アレクサンドル、終わり。誰か来て。フローライト。宝石箱パンドラ。これは誰。こんにちは。私は蛍姫、フローライトのジュミです。この部屋でアレックスが私を宝石泥棒の魔の手からかくまってくれている。怖い夢ばかり見てしまう。パフワー、あなた誰ですの。誰ですのじゃないですわよ。あなたが怖い夢ばかり見るから、バクちゃんが驚いて夢から弾き出されてしまった。どうしてそんな怖い夢ばかり見るのか説明してください。そんなの私にもわからない。ここにいれば宝石泥棒も来ないし安全なはず。こんなことじゃ夢の散歩もできないじゃない。あ、報酬をくれました。無魔少女ベル。ご丁寧にどうも。私は蛍姫、フローライトのジュミ。こちらの方はチャボとかどういうこと。私の名前はチャボです。こんにちはチャボさん。ホタルさんの夢の恐怖心の引力に引き寄せられた。夢の恐怖心の引力の説明は面倒くさいので走らせてもらいます。私が引き寄せた。そういうことになります。夢の構造は複雑。昼間の記憶が夜の夢になり、夜の夢は世界の原型になる。夢を作るのは自分自身。その夢が変われば現実も変わっていく。なんだかよくわからない。簡単に言うと楽しい夢を見ましょう。それだけだ。ホタルちゃんの夢の中へ悪い虫を退治しに行くためこの方が呼ばれた。準備はいいですか。いいよ、全然大丈夫。突然すぎるな。
あれ、なんかニキータがいる。てか宝箱がある。ハサミ、こんなところに。こんにちは。え、どういうこと。いいえ、せいぜい歩き回るにゃ。大丈夫だ、俺には攻略サイトというものがある。金を払うまでもない。ちょっとどけ。まずは200ルク払いでワープ3回移動。え、どういうこと。金払えってこと。まあいいや、とりあえず戦おう。弱っ。大した経験値にならなそうだな。84、金払ってみよう。なんでこいつ案内できんの。金の使い方が分かっている。すっげえいっぱい着いたに。誰。あ、夢の中か。そうか、この子に話そう。触らないで、あっちへ行って。こいつにとってはもう超恐怖でしかないな。もう一回200ルック払おう。ついた。サボテンくんがいる。砂漠砂漠、俺様の心のふるさと。よくわからん。もう一回ワープさせてくれ。おお、ルリ、レディーパール、ラピスの騎士。宿命はない。守るべきものを持たずに騎士とは言うまい。天涯孤独の珠魅など砂漠に転がる石ころと同じだ。蛍姫の涙があれば俺の宿命は命を吹き返す。守るべきものを死なせた脆弱な騎士のために我が姫の命を削れるものか。ルリ、もうあなたのために涙を流せないの。ごめんなさい。君を動かす力が怒りだけだというなら、玉石の光はこれからも人を傷つけ続けるだろう。太陽が与えた光で輝き、人を癒し安らぎを与える俺たちに定められたうちの運命。人が奪い続ける限り俺たちは怒りの火を灯し、心をすさませ、癒す力を忘れ、それが巡るだけの宿命なら全てを叩き壊すというのか。レディーパール、お前に俺ほどの力はない。全てを叩き壊す力はない。俺にできるのはたった一つ、小さな出口を開けることだけ。あ、人が来ちゃったよ。ニキータが現れた。俺はルリ、珠魅の騎士。俺は自分の姫を守れなかった。それができなかった俺に騎士として生きていく資格はない。あ、行っちゃったよ。もうこいつワープさせてくんないかな。いや、もうこれはワープしない。歩き回ろう。真珠、もう一度君を守りたい。私は真珠姫ではない。黒真珠を核とする騎士。宿命は蛍石。胸に脈打つ2つの心臓の1つ、黒騎士の核が本当の私自身。立ち去れるり。蛍姫にはアレクサンドルという騎士がいる。君こそが天涯孤独の石ではないのか。レディーパール、私の黒騎核は一度死んだ。その時に私は蛍姫をアレクサンドルに託した。その黒い核を立てば真珠姫に戻るというのか。レディーパール、この剣かっこいいよね。レディーパール、騎士はただ一人の姫を守ればそれでいい。誰もが小さな力を持ち、小さな力をせ一つの民となる。何を守るというんだ。レディーパール、ホタルは全ての珠魅のために涙を流した。だから私は戦う。珠魅の脅威となる全ての敵と。俺に背を向けるな。お前の背中を俺の守るべき宿命、真珠姫。行ってしまった。またニキータ来た。宝箱回収しよう。
とぼけた人。レディーパール、私とあなたの目的は同じ。何しに来た？奈落への水先案内人。お前がこれ以上ジミたちを傷つけぬよう闇に閉ざす。たかが1000人のジミの命で蛍姫は元気になれる。蛍姫が何人のジミを救えるかよくご存知でしょう。愚かな。全ては繰り返すだけ。彼女の力を食らい尽くした後はジミの命を買って力を回復させる。そんなことをいつまで続けるつもりだ。私たちジミに生の執着がある限り永遠に。え、なんで倒れた？終わりね、レディーパール。砂漠ではあなたの黒い心臓も長くは持たない。え、どういう原理？マジで。お姉様が助けに来てくれる。もう少し頑張って。助けなどいるものか。また出てきた。今度は一人だからな。使ってみよう。新しく覚えたサテライトホール。ほら、当たったは当たったけど、どう？なんかわかんない。どんくらい減った？クソ、技使ってくるな。これは前方か。後ろから弓を撃ってよ。この間合い、貴様には届くまい。結局これが一番安定。ただ指を打つ。ここまで届くかな。届かないはずだ。所詮貴様の間合いなど見切った。俺のこの最大射程の前では逃げてった。微妙に軸をずらして近づいてきてんな。結構近づかれてんね。次必殺技使ったら必殺技を使い返そう。よし、これ後ろを取って、で打ち終わった後に一瞬無敵になるか、その間にサテライトポーズ。いやー、なんか微妙だな。これ後ろに判定あんのかな。うわ、完全に技を変えてきた。あんまりジュエルビーストってさ、形見てなかったけど、なんか人が寄生してるね。人に寄生してんのか、なんかが。まあいい、死ぬがいい。そして我が糧となれ。サマーソルト。真珠姫、大丈夫か？私は大丈夫。レディーパールは？彼女はどこへ？どうして君に戻った？私は大丈夫。ルリ君は大丈夫？俺が大丈夫かだって。少し変よ。行こう、真珠姫。どこへだよ、だから。あ、いなくなった。そうか、これ夢の中か、でも。どうやらホタルちゃん眠りについた。これで夢の世界も少しは歩きやすくなる。夢の世界を頭の中で勝手に作られた嘘の世界だって思ってる人が多いけど、本当は夢にも実体があって、それを現実のフィルターを通して垣間見るのが夢。それじゃあ私はこれで。楽しい夢を見てください。私食べに来ちゃったよ。フローライト終わり。あの二人、ルリと真珠姫、あれ以来姿を見せない。ひょっとしたらもう。そんなことはない。そうじゃな。そうそう、頼みがある。魔法都市にある空き家を調べてくれんか。空き家なんてあったっけ？ずっと前から廃墟になっている店がある。昔はジュミの核を売りさばく極悪宝石店、そこを調べてほしい。引き受けよう。早い。え、ここってあったよね。
ヌンザク先生が若い頃、珠魅の核を求めてよく出入りしていた。けしからん話じゃ。この扉がどうも錆びついててびくともしない。いや、開いてるよ。からかっちゃいかんよ。ほらほら、やるだけやって。開いたぞ。それ調査じゃ。どういうことじゃ。入れないのこいつは。荒らされている。あれ、何、奥行けねえ。外へ出るしかないか。あれ、真珠。お姉様お久しぶりです。何かあったのか。いや、まずは無事だな。お会いできて嬉しいです。他の奴らには廃屋に見えるらしい。アレックスさんって店員のことも誰も知らない。まるで時間が歪んでいるみたい。なんか変。胸のカクカクきしむ。少し調べよう。嫁、悪いな、付き合わせて。お前に嫁と言われる筋合いはない。っていうか、そういう名前にしたからしょうがないんだけどね。あれ、なんか調べなきゃダメ。この怪しいです。誰か。強い輝きを感じる。懐かしい。でもどこから。核が。真珠、なんだ。私の苦しみを和らげようとしないで、パール。あんたがそうなのか。珠魅一族をその命で支えてきた玉石の。私は玉石の座に属す蛍石の珠魅蛍。パール、核を分けてまで私を守ろうとしないで。その白い心臓は今消して。真珠姫をどうするつもりだ。本来の姿に戻ってもらう。聞きたいことがある。私は傷つけません。私の役目は与えるだけ、癒すだけ。その胸に輝く漆黒の核に命じます。元の姿にお戻りなさい。あなたに探索を命じたマナストーンを解く限り、聖剣は？ルリに託したそれは、それは違うものなのですか？残念ながら、これはレイリスに伝わる古き血を持つ騎馬族からのもの。彼らは過去を見る種族。私が傷とともに失った過去を彼らはこの剣で注いでくれた。あなたに尋ねねばならぬことがある、レディパール。俺も聞きたいことがある。控えよ、姫の御前である。言ってください。多分私の聞きたいことも同じ。俺はずっと疑問だった。砂漠で倒れたあなたを見つけたとき、あなたは確かに黒き核のパールだった。それが俺の腕の中で白き核の姿に。レイリスでもメキブでもあなたの姿は移ろう。白と黒とに。あなたがパールだというのはなぜ真珠姫は生まれた。真珠は何者なんだ。パール、答えてください。私も覚悟を決めています。わかった。パールの階層、追憶の砂漠。来てくれたのね、パール。蛍姫を連れ出すのはどういうつもりだ。姫様をお救いしたい。戦いが長引けば珠魅が傷をつく。その度に優しい蛍姫様は命を削って涙を流す。一族を己が命で支える。玉石の座に座す玉石の姫の務め。100年の務めの後は次なる姫が現れ解放される。それまでは耐えてもらう。もうじき死ぬ。まさか。あなたが戦場に出てから変わった。マナストーンを見つけても蛍姫様は間に合わない。もう限界。そうだとしても蛍姫は都市に戻すべき。たとえ儚く消えようと周りの者の苦痛を放っておける。彼女は、蛍姫はそういう女だ。もはや姫様のご意志は関係ない。姫様は長き眠りに疲れる。
何をした。時の干渉を受ける宝石箱パンドラ閉じ込めた。それ以外に延命措置はない。分かった。ディアナに蛍姫を玉座の座から排出を進言しよう。そうして新しい玉石の姫を仕立て上げ、また命をむしり取る。我々はそうして生きていくしかない。だが蛍のことは私が何とかしてみせる。だから皆の元へ返してやってくれ。彼女はジュミのシンボル、ジュミの希望。明日迎えに来よう。そうして背を向けるのかパール。他人の命を保険に生きながら得る汚い種族をなぜその手で滅ぼさない。仲間を裏切れぬ。やはり石人形のあなたにはわからない。ずっと不思議だった。何千年も生きるあなたは蛍姫様から聞いた。彼女の過去は漆黒、うちに輝きを宿さぬ体のみの抜け殻。玉石の騎士レディーパールとは代々の玉石姫の命で動く戦闘人形。私は石人形ではない。あなたは輝きの宿らぬ人形。あなただけではない。輝きをなくしたジミのすべてが人形。他人をいたわる心を忘れ涙を流せなくなった私たち。滅ぶべきは姫様ではない。私たちアレク、愚かなジミを守るあなたを私は許せない。死んでくれパール。ティアストーン。アレク、仲間を傷つけては。君はジュミか、しっかりしろ。ここはジュミって、あなたは記憶が。私は君は真珠姫、心配しなくていい。俺は君を守る騎士。傷ついたあなたの核から真珠姫。彼女は傷つきながらも私のくるみを肩代わりしようと。その真珠の体で決心がつきました。彼女を傷つけ一族を裏切った彼を、アレクサンドルを止めてくださいパール。止めるのではない、倒すのだ。彼はもうジュミの敵。誰も傷つけてはいけない。私は彼の傷ついた心を癒す。できない。私の騎士であったあなたに、あなたたちにもお願いが。もしもの時に備え、ルリ、あなたは関わってはなりません。何を言ってやがる。俺は騎士だぞ。パールが倒れたらジュミは死にたい、きっと。だけどあなたは古い決まり事にとらわれていない。誰の命も奪わず生きてきた。あなたには他の使命が。勝手に役割を決めるな。俺は真珠姫の騎士。真珠姫とレディーパールを守る。時間が。これを玉石の王爵。滅びてしまうみんな。嫁ルリをお願い。どいつもこいつも勝手だ。俺たちを軽く見やがって。真珠姫は俺の姫。新しい時代、新しい可能性、君には未来がある。レディパル、君に全てを託そう。真珠姫と私の全てを。大丈夫か。思い出したわルリ君、あなたが私に名前をくれた。ずっと探していた。心配しないで、パールも私も同じ。ルリ君は私たちの騎士。守ってみせる。真珠、蛍姫はああ言ったが、俺はお前を行かせたくない。私だって戦える。パールの力も必要。二人で蛍姫のところへ行こう。二人で行くのは危険そんな気がする。俺はお前を宝石箱に閉じ込めてでも行かせたくない。だけどそれは俺のわがまま。あんたが決めてくんないか。あんたはずっと俺たちのことを見てきた。あんたなら信頼できる。俺たちのどっちかとこの王爵が示す場所に行こう。真珠姫連れて行く。行きましょう。じゃあナルリ、お前はもう用済みだ。ルリ、話しかけると剣をくれるらしい。これをお前にやる。
運命の缶、運命の剣、レディーパールが俺にくれたもの。何でも切れる力を持つが使えるのはただ一度。ただ一度って何？装備していいのかな。ブレイブブレードがいっぱいある。攻撃力40とかって超強いんだけど、でも片手剣全然技覚えてねえからな。まあとりあえず使ってみるか、せっかくだ。決定。もう技が何にもないからな。さあ行こう。懐かしい、きらめきの都市。古い言葉ではエタンセル。どこ行けばいいの。とりあえず宝石を集めていけばいいのかな。このままじゃ開かない。宝石を台座に据える。何かいる。変わった。行くぞ。どこへ。またデュエルビーストか。見せてやろう、運命の剣の力。これで終わりだ。火力は高い。あれちょっとひるまないか。やはりこれだな。安定の突き上げ斬り、これが正直一番早い。消え去れ。いや使いやすいね、やっぱり剣は使いやすい。必殺技めっちゃ覚えたんだけど、ダブルハンド、ウェッジランチャー、空手蹴割り、脳天空手蹴割り、スライサー。戻った。ボス戦の時はレディーパールになるのか。開いた。よくわかんねえけど開いたわ。蛍姫のご様子はいかがですか、ルーベンス。だいぶお疲れのご様子。ディアナ様、新しい騎士殿は。心配ありません。アレクサンドルをパールの代わりと思って信頼しなさい。ディアナ様、どうしたんですか。蛍姫様が玉座におられません。ごめんみんな、何か来る。ここで変身するのか。やっぱり行くぞ。強気だな。だが敵は所詮ジュエルビースト、変わらぬ。何も見せてやろう。脳天空手割り、この威力思い知れ。結構いった。しかもピョってる。今がタコ殴りのチャンスだ。もう一回つくんじゃん。脳天空手割り当たらん。いやでももうやつは虫の息だ。脳天、ちょこれさ近くにいると使えるね。必殺技が連発して超強いレディーパール。何もんだこれ。だーだーだー、パクられた。しょうがない、300もパクられたんだけど。いやだがお前のおかげで楽に倒せたよ。その報酬として持ってくがいい。これ何これ。あ、宝石こうやって買えんのね。なるほど。開かない。宝石が足んないか。ここ1個しか取ってないからね。
涙姫な、違う、蛍姫の涙なくして都市は支えられん。連れ戻さねば。私たちが参ります。ダメだ、君たち姉妹はまだ騎士も決まっていない。ですがレディーパール様にお願いしようと思う。パール様は都市から追放されたのでは。表向きはそうだ。パール殿は蛍姫様の命でマナストーンを探している。存じませんでした。で、どこにいるの。レイリスだろ。あそこに強い剣があると言っていた。塔には俺が行く。ディアナ様を頼む。はい。どっか行くの。ひょっとして外に出んの。遊びに行くのではない。魔法都市にも行く。あそこは怖いところ。私たちの核を売るお店もある。学校があるよ。魔法を習いたい。それではルーベンス様、私たちはこれで。これがあれか、4姉妹か。知恵、エメロードはなぜ魔法。姫だけど泣けない。パール様みたいな騎士になりたい。そうか、エメロはいい子だ。エメロードは何も知らせていなかった。みんな。そして再びジュエルビーストか。カラタケ割りの威力、存分に思い知るがいい。スタンするのがいいよね。まあ脳天直撃してるからだと思うんだけど。そして威力も申し分ない。脳天カラタケ割り、そしてもう一丁脳天。今のうちにカラタケ割り当たった。スーパースラッガーって思ったっけな。もう虫の息だ。あとは人思いにやってやる。経験値は全部いただく。さてもうちょっと宝石を集めないと扉は開けられないと思うんで、4つ必要だからね。ここギョクザ外観、玉石の座、ホタル姫様の寝所。誰か、きらめきが消えてしまう。やっと来てくれたね、アレクサンドル。お互い真の姿に戻りましょうか。あ、そうなの。お前の核を砕きに来た。そうはいかない、我が王よ。一度会ったな。何者だ。私は宝石王。なぜ体内にきらめきを宿している。まさか王は飲み込んだものを融合させる黒穴力を持つ。珠魅の核を飲んだ。私の中で全ては一つになる。君たちの核も宇宙に浮かぶ星々の輝きを取り戻す。我が王はすでに998個の核を飲まれた。蛍姫様を救うには1000年の珠魅の核が必要。これで999個。そのラピスラズリ、悲しむことはない。珠魅は一つになる。よくもルリオ。戦闘か。貴様の脳天打ち砕いてやる。どういう敵だ。脳天逃げたか。カラタケ割り外れた。痛い。結構減る。半分とは言わないけど半分近く減るな。当たれ。え、どうなった。もうとにかく必殺技の嵐でいこう。猛天からたけばり。ダメだ、これに当たるとまずいんだな。ちょっと近くにいないと技が使えん。てかさ、いつものタイプはこれだよね。もう小細工はいらない。で、技使ってるときは回復して無敵状態が解けたら救い上げ。あとはこれをどれだけ決められるか。上にいるとちょっと救い上げがね、どうしてもコマンドの都合上下に行っちゃうんで。
次のターンで決めたい。おお、これ強いんだよね、ボイクラウト。ちょっとガードもしてくれない。しかし、すくい上げ戦法、まさに神。これが神の力だ。思い知ったか。ドラゴンテイル、かっこいいの覚えたけど、終わってしまった戦闘が。あとわずか力が足りぬ。私の核を。アレックス、その代わりをよ、勝ってください。そして蛍姫のために涙を。連戦か。ドラゴンテイル使いたいね。変えられんのかな。変えられそう。スキル脳天空竹割りはちょっとやっておきたい。ドラゴンテイル、もはやどういう生物だ、わけがわからん。しかし俺のドラゴンテイル食らえ。え、ちょっと待って待って、これさ、周りに当たらなきゃいけないってこと？使ってるし。超わかんねえ。意味、け、53% とか。やばいな。やはりこれだ。俺にはもうこれしかない。まさに最強の攻撃。すくい上げ。しかもさ、あれがでかいから超当たりやすい。スーパースラッガー無駄だよ。俺が勝たす。住民の核が千個束になろうと、すくい上げにはかなわない。それが世界の真理だ。思い知れ。何もくんない。ジュミは滅びる運命。よせ姫、よせ嫁か。あ、石になってしまった。種族を超えた思いが涙せきを。みんな、俺たち生き返ったのか。真珠姫、ルーリ君、お姉様が。みんな、少しずつでいいから命をくれないか。嫁に涙せきを。今なら涙を流せる気がする。蛍姫様、みんな心を一つに、涙せきをもう一度。めっちゃ邪悪になってんだけど大丈夫？外すっごい嵐。空の底が抜けたみたい。チミが泣くとね。ジュミが泣くとねか。空も泣く。真珠のお姉ちゃんが泣いている。ルリのお兄ちゃんが泣いている。嫁遅いね。
こいつら木の上に寝てんの。なんか布団も敷かずに。すごい。ただいま喋った。ティアストーン終わり、ジュミ編クリア。はい、というわけで、ジュミ編が終了しました。いかがだったでしょうか。でこのままエスカデ編に入っていきたいんですけど、ジュミ編ちょっと突っ込んできたんで、エスカデ編のイベント生きてんのかな、まあよくわかんないですけれども、とりあえず今回で一旦中締めジュミ編を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。